兄貴が来いって言うからはるばる日本から来たんだよ。何なんだその軽い感じは。シャレじゃねえかよ。シャレにならないだろ。こっちは息子連れて家引き払ってきたんだ。いいか、この国で必要な言葉はメクチュジュセヨとサランヘヨだ。メクチュジュセヨがビールください、サランヘヨは愛してるよね。大丈夫ですか？言葉が伝わらないことは分かってます。ごめんなさい。왜 웃냐고 새끼야。そういうくだらない常識を乗り越えるためにビールと愛があるんだよ。일본을비호감으로여기고있는한국인들이 69.4% 로나와있어우리여동생들이랑은절대로이루어질가능성이제로에가깝다 Sorry. 나는왔지まあ難しい話だ。이래서남자는불쇼동기잖아와이가가俺の弟に手出すなよ。ちょっと待って逃げろ逃げろ、この辺が広いぞ。わかります、泣きたいことばっかりですよね。子供が見てるだろ。何も閉めろ。나한테있어서진짜유일한자랑이다。いつかまた兄貴と一緒に天使を見たいよ。今度捕まえてやろうぜ。